にちは。塩浜 BTC 英会話教室の専任講師の鈴木です。今回の英文法ビデオレッスンではレッスン 5-4 ということで代名詞の所有格について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。所有格。所有格は人、物などが誰に所属するのかを表す単語になります。所有格の次に必ず人、物を表す名詞がきます。ですので所有格の単語一つで何かを表すということはできません。では早速例題を見ていきましょう。例題1、次の空欄に適切な単語を入れなさい。まず1番を見てください。この1番を参考にして2番以降も同じように文章を作ってみてください。この主語の I と、所有格の My のところを注目してこれと同じように2番目以降も作ってみてください。それではビデオを止めて始めてください。はい、それではどうでしたでしょうか。では2番目の答えを見ていきましょう。2番目は He が主語ですね。ですので答えは所有格は His になります。3番目は疑問文の形態をしています。疑問文の形態をしていますが騙されないでください。これは C が主語ですので所有格は Her になります。 Her grandparents という形になるんですね。で4番目です。4番目に入ってくるのは They が主語なので Their です。5番目は We が主語なので Our。6番目は You が主語なので Your。 7番、これは Adam が主語ですね。 Adam というのは男性です。男性一人ですね。男性の名前になります。ですのでここに入るのは His という形になります。ちなみにこの I'm going to、 He's going to などは B 動詞プラス going to という形になってますね。その後に動詞が来て何々するつもりですという形の文章になります。もう意思、自分の意思として確定しているときにこういう表現を使うんですね。未来の表現になります。ですので、例として1番の文章を訳すと私は私の祖父母を訪れるつもりですという形の文章になります。これはまた後のビデオレッスンで出てきますので今はそういうもんだなということで覚えておいてください。では例題2です。まずこの左上の方を見てください。波平、船、わかめ、かつお、サザエ、マスオ、タラということで、7名の名前が出ています。これはもちろん皆さんわかると思いますがサザエさんの家族構成ですね。波平と船がお父さん、お母さん、そして子供としてワカメ、カツオ、サザエがいてサザエさんの旦那さんがマスオさん、そしてその2人の子供がタラちゃんになります。では左の表を参考に下記の空欄を埋めなさいということでこれも所有格の問題です。所有格がどのようになるかというのを考えながら空欄を埋めてみてください。それでは早速始めてください。はい、どうでしたでしょうか。では1番見ていきましょうね。1番は波平 is walking with 何々 wife 船となっています。船さんというのは誰の wife かというと波平さんですね。ですのでここに入るのは his になります。では2番目ですね。2番目は主語がサザエとマスオです。ですね、2人いますね。そこがポイントです。ですので2人以上の人を表す代名詞の所有格は there になります。3番目、船さんが主語です。ですので所有格は her になります。では4番目、カツオが主語ですね。ですので his が入ります。5番目、ワカメちゃんが主語ですね。ですので her family になりますね。 her が入ります。6番目、ワカメカツオが主語ですのでここは there になります。
7番目の主語はタラちゃんです。ですのでここに入るのはヒスになります。さあ皆さんは分かりましたでしょうか。では次に行きます。おっとここで次回予告です。次回予告、所有代名詞について次回は学んでいきたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。